か。よっしゃ、やばい、合わせたら止まったし。これね、マツラバにデカビューだ。シェイクしてたら食った。よいしょ、よいしょ、あ、あ、あ、何やってんの、これやってんの、どうしてそんな何やってんの、マジで。もうさっくやわ、超いい食い方したのに。よっしゃ、来た。あーし、でかい。横から、横飛びだった。逃げないで。イエス、よいしょ、ふっとい。飛び出してきましたわ。ほら、このバルビュータに新たなサイズが出ます。こちらですね、今まではバルビュータの 3.5 インチだったんですが、これ、4インチです。バルビュータの4インチ。なんでこの4インチが必要だったかって言ったら、どうしてもあの濁ったとことかちょっと存在感が足りないって思うような時が、あ、まあ多々あって、もうちょっと存在感出したいっていうところから、このバルビュータの4インチを開発し始めました。特徴としてはというか、まあ今までの特徴をそのまんま受け継いでます。バルビュータのこの扁平ボディで、まあこう縦でアクションさせた時にこう内輪のように水をこう押す、こう仰ぐ感じですね。こうやって水をこうやって仰ぐで、さらにこうこの真ん中のリッジテールがこうあの水を叩くようなイメージです。でさらにこのこっちよりも水をこうたくさんかき回す、存在感が出るっていうイメージで作ってます。ラトルホール、今これにもラトル入ってるんですけど、こういうラトルを入れることによって、少しでも存在感上げたりだとか、まあ、小魚だったりザリガニだったりがこう走ってる音ですねをイメージさせやすい。バルビュータの4インチが必要だって思わせたのは、もうこの松浦場での釣りだったんですよ。これがまあちょっと巻き方が特徴的で、まあ普通にただ巻きして存在感出してこうブラブラブラってバラ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 ってアピールして泳がすのもありなんですが、アメリカで流行ってるこのスイムジグの釣りがあって、それ何かって言ったら、スイムジグをただ巻くんじゃなくてシェイクしながら巻くんですよ。こうバタ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 ってこうチョン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 って、僕が去年アメリカ行って、その南部のそのカバーフィッシングの、まあこってりとした南部の釣りのフィールドに行った時に、こう、まあこういうウッドカバーですね、こう後ろに広がってるようなこういうウッドカバー周りで
サスペンドしてるようなバスにすごく効いたなって感じて、でもうそこからもうどん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 こうもうバルビュータ、でかいバルビュータが欲しい欲しい欲しいと思って、まあもうその当時からもう欲しくて動き出してはいたんですけど、でさらにこうこれね、あのラトルが入ってバターンバターンバターンっていうこの時にカチャ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 と音が鳴って、そのさらにアピールをアップさせてるっていうイメージです。アメリカのジグって基本的にほぼじゃないか、まあ半分以上はラトルが入ってるんですよ。で日本のジグってもう基本ラトル入ってなくて、ラトル音が鳴らなくて、バズベイトや、まあ、他の巻物系ルアーに関してはすごく音を気にして開発していくんですよ。まあ、松バズなんかはもう音をすごく気にしてて、で小魚が出る音を発しをって言って気にしてたんですけど、どうもねこのジグになるとそこに頭が回ってなくて、けどもこれ絶対にジグでも音ってザリガニなり、ね、あのスイムジグでこう巻いてる魚なりにしても絶対音発してるんで、っていうとこから、まあちょっと音に関してはこれからもどん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 あの意識して釣りしていこうかなとは思ってるんですけど、ゲインエレメントの、カバーゲームエレメントっていう竿です。まあ、今回このカバーゲームエレメントっていう68の MH の竿を使った理由としてはもう完全操作性ですね。シェイクチョン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 ってやることによって食わせるので、71だとこうねチョンチョンやった時にストロークが強く大きくなっちゃうから、ビョンビョンって来やすくなってしまうので、できるだけ、ね、カバーの食わせたいところでカチャン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 ってやりたかったので、細かく操作できる68をあのベースに使ってます。まあ、この竿はあのカバーゲームエレメントっていう名の通りカバー周りでの釣りをメインに作った竿です。まあ、今回やったような松ラバ あの釣りだとか、こういうクリングヘッドですね、クリングヘッドであえてこう何か木に引っ掛けてちょん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 って小細工させたりする、まあ操作するような時にすごく繊細にやりやすいっていうところで、このカバーゲームエレメントを今回あの使いました。シマノのメタニウム MGL、 これはもうあのシャローフィッシングにおいてこのショートキャストした時だとか、あのこうオーバーハングの下にあのスキッピングだけでノーバンで入れようとした時にすごい伸びるんですよ。だから低弾道キャストが今までよりもフュッて伸びるようになったんですよ。これはもう明らかにこの伸びっていうのはあの明らかに感じるんですけど、もう僕は今このメタニウム MGL 以外このマツラバの釣りだとかではもう考えられない感じです。糸はあの FC スナイパーの20ポンド、もうこれはもう20ポンドはもう僕の中ではもう絶対ですね。ディスタンス取ってウィードあのやるような時は16でいいんですけども、こういう、ね、カバーフィッシングではもう基本20ポンドでやってます。まあ、短い距離であのたくさんアピールできるっていう利点もあれば、こういうカバーに中投げて回避能力を上げるっていう使い方でもあるんでね、このシェイクのやり方は。でかい。ああちょっとマジか。合わせが効かなかったかも。でかいぞこれ。あれ行く。
マジか。どうでしょう。おっとっと。これ言います。おっと。松ラバのシェイク巻き、これは、まあ、特に決まりはないんですけど、基本的にはもう糸を叩いてる感じですね。こう緩んだ糸をパシ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 って叩いてる感じ、竿で。そしたらこう投げて、縦さばきの時はこうパン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 ってこうやって、でジグはこうピョン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 ってこうなってるイメージです。こういう感じですね。なんで叩きながら、叩いてたらこっち来るんで、リールはゆっくりこうリズムに合わせてこっちに寄ってきてる分だけこう巻いてる感じなんですけど、こう叩いた時に重みがない、こうこれだとスカスカスカなんですよ。ちょっと糸を張ってちゃんとジグに重みが、竿先に重みが加わるぐらいのところでこうパチ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 って叩く。でまああと風が吹いたりだとか、まあこういう縦さばきでやると糸が木に引っかかってしまうような時なんかはこれを叩く。これはもうペンシルベイトをドッグウォークさせるようなイメージです。パン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 ってっていうイメージで糸を叩きながら巻く巻く。でこういうカバーなんかはそのちょんちょんやることによって、こういうふうに枝があるとするじゃないですか、こう、まあ、こういうふうにあったとしたら、まあ、まずここの枝を越えます。こう引っ張ってきた時に越えた時に絶対こうジグが横にこう寝るんですよ。こういうふうにペタってで寝てそのまま巻いちゃうと、次のここ来た時にそのままガスって引っかかっちゃうんですよ。それをちょんちょんちょんってやることによって、こう来たら次こうやってクッて体勢を整えるんですよ。でまたこのジグが来た時にこう、ま、なって、でチョンってこう立て直しでこうなって、立て直す立て直す、そういうイメージでこうチョン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 ってやる感じです。なかなか越えない時があるんですよ。すんなりこうツル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 って越えてきてくれればいいんですけど、こうなったらもう僕なんかは無理に引っ張らずに無理に引っ張っちゃうとこうピョンって飛んできちゃうんで、無理に引っ張らずにずっと一点でこうやってシェイクしておくんですよ。タン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 ってやってると、でちょっと竿先に強弱つけていくと、トン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 ってこうゆっくりですけどこうやってすり抜けてくるんですよ。でそれがこうアクションさせてる時にチョン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 ってやってる時に、このラトルの音だとか、これが震えてる音だとか、枝をこうやって動かしてるので、遠くにいるバスもこう気づいて寄ってきて、なんだと思ってバグって食ってくれたり、つるって抜けた時にこうつるって抜けた時にこの辺にいたやつがバグって食べたりとか、そういうアピールにもなるので、シェイク巻き、まあ、こういうカバー周りでのシェイク巻きっていうのはもう本当に重要なテクでもありますね。今日、まあ、ロケは琵琶湖でやってますけど、はっきり言ってこういうウッドカバーだりなり、リップラップなり、まあ、さっき縦ストラクチャーなり、それカバーがあるところだったらどこのフィールドでも効きますね。もうそれはもう僕自身がいろいろ行ってしっかり経験してるんで。
これですね、クリングヘッドジグの 5g、 これに、バルビュータの、4インチをつけてやったんですが、この 3.5 インチとの使い分けとしてはもう、まあ、フォールスピードをさらに遅くするっていうのと存在感をアップするっていう、で、まあ、これも同じように 3.5 インチの時と同じように、フォールベイトとして、まあ、投げていいとこに投げる、まずカバー際とか投げてしっかり落として、で糸張って食ってたらそのまま合わせる、で食ってなかったらこうボトムバンプさせてこう内輪のようにバタンバタンってやってまた落とす。この辺に関してはもうほんと 3.5 インチとほぼほぼ使い方は一緒です。水筒好き。ほら。よいしょ。いや、あ、ごめんよ。もうね、投げて落として、糸張ったら食っとるぞ。バレるなよ。おっしゃ。でかい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 。うう。頼むよ。すごいね。また行く。カモン。よう引くわ。まだ行くか。うん。まだ行く。イエス。よっしゃ。イエス。デカビュータっす。ほら。投げて落として糸張ったらクッポだっす。最初の練習としてはスキッピングさせようとするとダメなんですよ。で、じゃあまあスキッピングがまだできない方はまず最初に何を覚えるかって言ったら、下から上に振り上げるキャスト、こういう、ね、こういうキャストをまず覚えるんですよ。なんでまあ琵琶湖の琵琶湖でよく釣りされる方なんかはフルキャストをよくすると思うんですけど、フルキャストをもうこうやってするんじゃなくて、できるだけ下からこうバーンっていうキャストをまず心がけるんですよ。で、下からこうピュッて振り上げる力の加減、力の入れ方をまず体で覚える。で、だんだんこうやれるようになってきたら、今度は低弾道で投げる速いキャスト、こういうキャストですね。低い位置でビューってこうやる速いキャスト、こういうね。これは下からじゃないとあかんですよ。下からじゃないと着水音小さくできるキャストですね。こうピュッてやってピタッてこう着水音が出ないようなキャストが
できるようになればもう 99% あのスキッピングできたも同然です。まあ本当は今日今ちょっとここ波立ってるんで、あんま波立ってるところで練習すると良くないんですけど、あのできるだけ波立たないところでやって、でだからこのさっきの低弾道の速いキャストができたら、まああとは思い込むんです。もう俺できるって思い込む、もうスキッピングできるよしって、じゃあやるぞって思ってこうピュッてやるとこうやってスキップできるんですよ。まあ言ったらもうこれの速いキャストの延長線上にそのスキッピングがあるんですよ。ヒュッてやって、あ今ちょっと緩んじゃったんですけど、もう俺は絶対にできるんだと思ってピュッてやる、でやるとああやって滑っていくんで、大体ねお客さん、僕のガイドのお客さんでも早い人はもう1時間ぐらいでできるようになるんですよ、あのスキッピングで。まあ大体1日かけてこうやってずっと下から上にフルキャストしてて、で夕方に最後じゃあちょっとスキッピングしに行ってみましょうかって言ってやると、サバババババって決まるんですよね。でまあそこがスキッピングできるかどうかなところです。あとはもうコントロールですね。コントロールはもうもう何回も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 投げないとコントロールはつかないんで、でまあ気になるこのブレーキセッティングです。これはもう僕は基本的にフルキャストする時もスキッピングする時もピッチングする時もどんな時も同じ設定です。これスプールをこう横に動かした時にカチャカチャ言わないところの一番できるだけ緩い場所なんで、このブレーキですね、ここをこう緩めるとこう横揺れするんですよ。カチャ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 ってスプールがこうなってる状態だとダメです。あの糸が中に食い込んだりするんで、それをまあできるだけ締めてこう横にやってカチャカチャ言わないところまで締め込みます。まだこれ言っとるんですよ。だからこのもっと緩いカチャカチャ言わないところもう一番緩いところ、まあこれぐらい、今もうカチャカチャ言わんくなったっす。もうちょっと緩いのかな、はい、まあこれぐらいです。でこう投げるんですけど、親指は軽く添えときます。投げたら投げっぱなしにはせずに、投げたら親指でこう軽く押さえとく。最後はまあ調整ですね。こういう感じですね。まあそれでもやっぱちょっと不安な方はここを強めてもいいです。ただ強めてもこうクラッチ来た時にルアーがこうしっかり落ちるところ、これぐらいです。今だいぶきつめたっすけど、ここまで、これ以上やっちゃうとこれ動かないんですよ。今ねこれ振れば動いてくるんですけど、これだもう全然投げたいところ伸びないんで、ルアーがこう投げた時に伸びてくれないんで、できればこうクラッチ切った時にスーって落ちるところで、まあ本当に不安な方はですね、最初は練習したらいいんじゃないかなと思います。正直松ラバはこのスキッピングさせやるの、スキッピングさせやすく作ってます。でデカビュータも、まあ、バリビュータもそうですけど、スキッピングめちゃめちゃさせやすいように作ってます。なんでまあこのセットで練習してもらったらもうすぐできるようになるんじゃないかなって思いますね。